3年前のプロテストに合格していますが、まだステップアップツアーを含めて優勝がありません。昨日は1番ボギー、ここで少しへこんだと本人話していました。練習場通りややフェードボールなんですかね。そうですね、ちょっとヒールに当たったような音でしたけど、はい、まあ、ラインとしては良かったと思います。はい、覗いてボールが止まった。アングルとしてちょっと私間違えましたかね。ちょっとボールが左に回転しながら、左に行きながら止まったように見えましたね。惜しいですね。ピンは比較的近くに立っています。止まるか。今のはちょっとあれですね、絡まったというか、はい、今日まだボギーがない山里です。今日初めてスコアを落とします山里愛。横山、山里、まだ優勝経験のない2人がステップアップツアー初優勝に向け終盤苦しみ始めています、はい、これが優勝への、ね、試練ですよ。そうなんですね、はい、より先行きが見えなくなってきました山里。17番今日初めてのボギーで7アンダー1つ落としました。逃げましたね。フォローがほどけた。あー、バンカーです。右の手前のピンに対して左のバンカーに入れてしまいました。決めれば抜け出します。もうボール2転がり2転がり、これで8アンダー山里が素晴らしいゴルフ、2日間136ストローク、8アンダーで終えています。山里に追いつく可能性を持っているのは横山美和子ただ1人に絞られています。山美和子のバーディーパット、勝負をかけた、優勝をかけたバーディーパットです。決まらない。しゃがみ込んだ横山、勝負は決しました。山里愛がずっと笑顔で頑張った山里が嬉し涙を流すプロ初優勝。